かつてない混戦模様の98年全日本スーパーバイク第5戦ミネではホンダの伊藤真一がトップを独走。後方では川崎の竹石真也と鈴木の北川圭一が接近戦の2位争いを繰り広げた。伊藤はポールトゥーウィンで第3戦つくば、第4戦鈴鹿200キロに続く3連勝。2位争いは竹石北川の順でフィニッシュ。さらに伊藤は鈴鹿8体で2年連続優勝を決めているだけに、ライバルたちにとっては手強い存在となった。3勝目を挙げた伊藤はランキングトップに浮上。ランキング2位はここまで前線で2桁ポイントを獲得した北川。ここに来て伊藤は開幕戦のノーポイントが響き、北川とのポイント差はわずかに4。残りの4戦、2人のタイトル争いから目が離せない状況となった。迎えた第6戦鈴鹿スーパーバイク予選は上位7名が1秒以内というシーズンの混戦を物語る結果となった。コースレコードでシーズン3度目のポールポジションを獲得したのは川崎の竹石真也、現在ランキング3位。続く予選2番手はポイントリーダーホンダの伊藤真一、竹石との差はわずかに100分の15秒。今シーズンは竹石と伊藤以外にポールポジションを獲得したライダーはいない。現在ランキング4位ヤマハの吉川航はフロントロー3番手。ここまでの上位3名が従来のレコードタイムを更新。続く4番手は鈴木の梁明、前回ミネではトップ伊藤を追撃中に痛恨の転倒。今回はその雪辱に燃える。直線のスピードが RBF といいとこ張れるぐらいまで行ってるんで、まあ、それが武器になればいいなと思ってるんですけど、やるだけのことやって今の状態っていうのがベストだと思うんですよ。で、出た結果だと思うし、後半やっぱりいつもみたいにこう垂れ気味っていうのがもうずっと課題なんですけど、まあ、それをなんとか人間でカバーできればね、僕はまあ頑張って引っ張っていきたいと思います。川崎今回は車速いですしね、まあ、吉川君もかなり気合入ってますし、鈴木の2台も調子いいですからね。もちろん雄一も調子いいですし、まあみんなそろそろね終盤に入ってやっぱり力が入ってきてると思うんで、まあ一筋縄ではいかないと思うんですけども、目標としてはなるべく勝ち続けていきたいんで、まあ自分自身でやっぱりいい走りできれば結果は後からついてくると思うんで頑張ります。一人で出したタイムなんで、あと混戦になっちゃえばもうちょい楽に出るタイムだと思うんで、一応明日は優勝を目指していきますんで、まあそれぐらい乗れてるし、まあ気合も入ってますんでね、ちょっとランキングの方は苦しいんで、もうあとは一つでも多く勝って、でまあ終わってみたらランキングまた最後絡めるようにね、とにかく勝とうと思ってます。どうしてもこう伊藤さんがペースメーカーでそれにつながるって形なんでね、そこでね抜け出してやっぱ前を走りたいなと思って、まあそれでそのまま優勝できればな、そういうレースをしたいなと思ってるんですけどね。もう気合は十分ですから、それを抑えるのに少しね力を注いでセーブしながらちょっと走った方が結果的にはいいんじゃないかなと思ってるんですけど。伊藤に4ポイント差のランキング2位、鈴木の北川圭一はセカンドロー5番手。マシンの調子も上向きなだけに、とにかく優勝が欲しいところ。続く6番手は川崎の芹沢珠樹、第3戦つくば以来表彰台から遠ざかっている。ホンダの武田雄一は予選7番手。伊藤のタイトル争いをサポートするためにもなんとか上位に食い込みたい。続く8番手は川崎の開発担当井筒仁康、今回がシーズン3度目の実戦となる。ヤマハの羽賀健介は3列目9番手。スーパーバイク1年目は苦しいレースが続いている。続く10番手は鈴木のインジェクション仕様 GSX-R の実践開発を担当する渡辺敦史。吉村の浜口俊之は予選11番手。ここまでのベストリザルトは開幕戦茂木の5位。そしてホンダ RVF の相和隆弘は3列目12番手から追い上げのレースを強いられた。今シーズン初のウェットコンディションとなった決勝。これまでこのクラスの雨のレースではタイヤメーカーの違いが如実にレース結果に現れてきた。シーズン初のウェットレースだけに去年までの状況から判断はできないが、ホンダ勢では伊藤と相和、川崎勢では竹石と芹沢が雨に有利と言われるタイヤを装着している。スーパーバイク決勝スタート、周回は20周。
クロール4番手からロケットスタートを決めた亮が真っ先に1コーナーへ、以下伊藤、芹沢、井筒、吉川、北川と続く。オープニングラップ、早くも亮をかわしトップに浮上した伊藤は後続を引き離しにかかる。序盤からハイペースで逃げる伊藤に食い下がるのは亮と芹沢の2台。さらに3周目を過ぎるとスタートの遅れを取り戻した武石もこの集団に加わり、4台は後続を引き離しながらテールトゥーノーズのトップ争いを展開する。6周目に入るとトップの伊藤と亮の前に出た芹沢がペースアップ。2台は集団を抜け出し、トップ争いは伊藤と芹沢の戦いとなる。中盤10周目、伊藤と芹沢は依然テールトゥーノーズのトップ争いを展開。芹沢の約3秒後方では武石が単独3位を走行する。亮は思うようにペースアップできず、武石の 7.7 秒後方の単独4位に後退。さらに後方の5位争いは武田と相馬のホンダ RBF 同士の戦い。鈴木の北川は単独7位を走行する。一方、伊藤と芹沢の接近戦のトップ争いは膠着状態のまま後半戦に突入。2人は第3戦筑波でもマッチレースを展開。その時はレース後半に伊藤がペースアップし、芹沢は伊藤のペースについていくことができなかった。しかし今回の芹沢はレース後半に入っても離されることなく伊藤の背後でチャンスをうかがう。伊藤も執拗に食い下がる芹沢を突き放すべく懸命の走行を続ける。降りしきる雨の中、トップ争いは神経戦の様相を呈し、1万8000の観衆は2人の戦いを固唾を飲んで見守る。しかし2人のバトルはあまりにも意外な幕切れを迎える。